はい、こんにちは、秋華堂の田中です。先日ですね、東美ニュースが届きました。私どもは東京美術クラブという団体に属してまして、この東京美術クラブっていうのは、そうですね、まあ、ほとんど日本全国の、まあ、美術賞、まあ、そうですね、日本画、洋画、茶道具、刀剣賞などの代表的な美術賞が、集まっている団体です。かなりですね、審査基準が厳しいのでですね、ただ商いをしているというだけでは、まあ、入れない、まあ、ちょっと権威がある団体とされていて、ここではですね、鑑定業務というのをやってまして、鑑定というのは、まあ、美術品がですね、本物かどうかという鑑定をしている団体でもあります。でこの東美ニュースではですね、この表紙に出ているのは、酒井法一が下絵を描いた、このですね、盆ですね、漆器の盆を、ちょっと、出してますね。こういうですね、こう古いものについて得意な美術賞がいるのがこの東美の特徴でして、私どもでも もちろん酒井法一の本物を、時々扱わせていただいております。法一がいいとか悪いとかっていうのはものすごく輪廻ってね、実は難しいんですけれども、まあ、私ども独自のノウハウで、本物かどうか、査定鑑定した上でですね、買い取りとか販売もしております。はい、ぜひですね、何かお持ちのもので、知りたいものありましたら、ぜひですね、お問い合わせください。こちらの、電話番号ですね、なんて書いてあったっけ、親子三代80年の実績、東京銀座秋華堂の、電話番号まで、フリーダイヤルは0120いつもホット126-510、インターネットでは、買取秋華堂で、検索していただくと私どもの会社が出てきます。銀座秋華堂でも出てきます。実はですね、私たちですね、ホームページが4つあるので4つとも出てくるんですよね。で買取ってやると買取用のホームページが出てきます。買取以外はですね、販売用のギャラリーのページ、それから浮世絵専門ページ、それからコンテンポラリーのサイトもあって、ちょっとね、普通の店で4つも持ってるところ、まあ、まずないんですけどね。うちはいろんな事業をやってるので、それぞれに特化したホームページを出してます。まあ、そんなことでですね、まあ、ぜひですね、買取秋華堂で検索してホームページを確認してみてください。はい、ありがとうございました。